長の原口と映画の副編集長ジョン・ヨガがお送りします。この番組はエンタメ中心の男性向け映画媒体映画野郎の YouTube 版としてお送りしております。ぜひチャンネル登録をお願いします。で今回はね、長くなりそうなので、うん、もう早速だけど、はい、今回取り上げる映画野郎編集部の激推し新作映画は何でしょうか。はい、ガドット主演映画ワンダーウーマン1984です。DCコミックス原作で、2017年に世界的にヒットしたワンダーウーマンの続編となる女性ヒーローの活躍を描いた、まあ、アクション大作ですね。はい、それでは簡単なストーリー紹介を、うん、時は1984年、ダイアナはスミソニアン博物館に勤務する考古学者で、その職場に新米の学者バーバラが派遣される。ある日の、ナイトパーティーでダイアナとバーバラは実業家のマックス・ロードと出会い、バーバラは FBI より、検査を依頼されていた謎の石をマックスに渡してしまうと、こんな感じですね。新型コロナウイルスの影響で何度も延期があってね、ひょっとしたら2021年に延期するかもという噂もあった作品でしたが、まあ、無事に2020年中に劇場公開されて、ますは本当に嬉しいですよ。しかも急遽1週間の公開予定が早まるという嬉しい誤算もあってね、しかもこれ全米よりも早い日本先行公開ね。でこの作品、日本のファンの期待値が高かったっていうのもあるのか、まあ、ネットの SNS とかの感想を見るとなんか割と賛否が分かれたりしますね、まあ、前作と、比較してどうとかね。ああ、その賛否両論になるのね、僕は分からなくもないね、僕の脳内でも今回どうよっていう賛否両論になったもん。自分もいろいろ思うところがあるので、今回は珍しくネタバレありで語ろうかなと。おっと、思い切りましたね。でも今回はネタバレありの方がいろいろと語りやすいでしょうかね。まあ、みんな見る作品だろうから、紹介レベルでやっても面白くないだろうしね。それでやはり前作をあまり踏襲していないというか、最近のアメコミ映画にはない試みがあって、それが保守的な人にはらしくないっていうような否定につながるのかもしれないけど、まあ、自分はそこら辺の試みの部分が面白く感じましたね。前作より自分も好きですよ。これはね、前作は1914年の第一次世界大戦の時代とアメコミアクションがマッチしていたというのもあって、で今回は1984年で米ソ冷戦構造ではあったとはいえ、ロサンゼルオリンピックがあった明るいポップな時代、これはこれ、それはそれで個人的にはどちらかというのはないですね。いきなり時代の話になったけど、それにしても舞台が1984年ですよ。音楽はまだ小さかったかもしれないけど、僕は高校生で、まあ、リアルタイム世代ではあるから、まあ、結構懐かしく感じるね。まあ、別にアメリカに住んでたわけじゃないけど、まあ、第一次世界大戦の時代よりはワクワク感があったかな。まあ、確かに当時自分は8、9歳でしたけど、カール・ルイスで有名なロサンゼルスオリンピックがあって、9歳の体感的には音楽で言えばチェッカーズが流行ってて、映画なんかはゴジラやゴーストバスターズの年だったって明確に覚えてますね。劇中では人のファッションとか、原色の多い色使いが懐かしい感じだったね。80年代ってアメリカンプロレスのレスラーのコスチュームもあんな原色をよく使ってたよね。アメリカンプロレスの80年代も厳密に1983年以前と1984年以降ではガラリと違うんですよね。その象徴がハルク・ホーガンにビッグ・フレアにロード・ウォリアーですね。で特にあの序盤のショッピングモールでのバトルシーンの雰囲気がすごく80年代らしくて、昔よくビデオレンタルで見てた80年代の映画も思い出すね。YouTube 世代の若い人だったら、あそこに出てくる人たちのファッションセンスって爆笑ものだと思うけどね、女性たちのあのチリチリパーマの当たり具合とか、ウエストポーチつけてるとかね。確かに映画館で笑いが起こりましたね、あのシーンで。で映画の中身に戻るけど、アクション映画だと思ってみると、最近のアメコミ映画と比べると少ないっていうのはあるよね。登場人物、特にヴィラン側のドラマの部分が、尺が長くて、近年のマーベルのヒーローアクションとかに比べちゃうと少ない感じがすると思う。ただ自分はドラマ部分が興味深かったから、そんなに気にならなかった。僕はちょっと気になったかな、あのダイアナ、バーバラ、マックスのドラマを丁寧にやったのも分かるけど、ストーリーのテンポが中盤までもったりしていた印象がありましたね。
そのもったりしたテンポも80年代的だったかなと、うんうん、脚本が結構雑だったり、まあ、テンポがゆったりだったり、まあ、あの全体に大味な部分も当時のハリウッド大作を意識した80年代オマージュだったんじゃないかと思ったね、うん、あ、なるほどね、あの、うん、80年代のスタローンやシュワちゃんの映画そんな感じかな、うん、あと批判する人が多そうだなと思ったのは、うん、クライマックスがまさかの説教というか説得で、まあ、マックスが改心して終わるところかな、うん、あの暴力的に戦ってスカッとして終わるのを望んでいた人がいたとしたら、え、ラストバトルないのって思うかも。確かにバトルがないことにえっとは思ったけど、ヴィランのキャラとして怪人というよりドリームストーンが憑依した最高キネシスを使う闇落ち男という感じだから、考えようによってはバトルをやったらまずいキャラクターなんですよね。まあね、マックスが別に巨大化してモンスターになるとかじゃないからね。取り憑かれているんだから、つきものが取れれば善人というか普通のキャラに戻りますよね。だからこれはよくできた設定ですね。あと願いを取り下げることで世界の混乱が収まるっていうオチをどう見るかっていうのもあるね、うんうん、ここら辺は正直肩透かし感はあったけど、うん、まあ、非暴力で解決しようとするヒーローがいてもいいんじゃないかとは思ったな、うんうん、クライマックスバトル的なのは一応あのバーバラが変身したチーターのところであるにはあったしね、うん、僕もドラえもんのもしもボックスかよってこう突っ込みたくなりましたね。あれはね、うん、そう、チーターがいたから実戦はチーターに任せて最高部門をマックスが担当と考えればいいんですね、うん、あとストーリー面では、うん、人の願いを1回だけ叶えてくれる、うん、まあ、ドリームストーンってアイテムを使った、うん、もしものストーリーがメインになってくるんだけど、うん、これってファンタジーものではありがちというか、そんな新鮮なものではないのあるね、うん、それこそドラえもんの秘密道具の一つを使って展開させたようなアイデアストーリーというかね、うん、だからちょっと子供向けな幼稚さを感じる人もいるかもね。まあドラえもんもしっかりだけど、その願いを叶えるのはアラジンのランプのせいとかドラゴンボールのシェンロンとか、まさしく古今東西ファンタジーあるあるですよね。その設定がまた大味だから、うん、マックスが自分をドリームストーンそのものにしてくれっていう願いも叶っちゃうというね、うん、これ一休さんもトンチかよっていうアイデアだったけどね。これができちゃうから、まあ、話としてはコメディ的に面白くなるわけだけど、その願いが一つ叶う大喜利の答えが見事ですね。普通なら宇宙一強い男とか不老不死とかありがちな答えがいくつかありますけど、そのどれでもないそこかーいという変化球的な発想ですよね。あと今回主人公のダイアナよりも2人の敵役、まあ、ヴィランの存在感が大きかったけど、まあ、マックスとバーバラの2人はどっちもコンプレックスの克服というようなテーマのドラマが展開されていて、それがなかなか共感度高くてよかった、うん、マックスもバーバラも仕事日常に空回りをしている感じではありましたね。あのマックスは実業家、バーバラは学者と地位そのものはそこそこなんだけど、自分のやりたいこと、なりたい自分にギャップがあるんですよね。こういうあたりは今仕事や趣味、恋にいまいちうまくいってない人には共感バリ高だったと思う。っていうかまさしく僕がそうでしたね。まあ普遍的なものがあったと思うよ、うん、あとマックスにあの幼い息子がいてね、息子にはかっこいい姿を見せたいっていう親心をちょいちょい覗かせるっていうのも、うん、なんか野郎目線だとグッとくるよね。最近ダメ父親ものをよく見ているっていうのがあって、これ鉄板の設定だなと思っちゃう。原口さん、これまた原口さんがお得意の片親シングルファザー環境じゃないですか。しかも息子、あ、東洋系かヒスパニック系という、これまたひねりを聞かせた演出ですね。ただあんまりうまくは使えてなかったですけどね、まあ、得意っていうか片親で子供が苦労しているっていう描写がある作品には弱いんだよね、うんうん。でまあ、あとマックスのキャラクターって、まあ、みんな思うだろうけど、ちょっとトランプ大統領に似てるというか、パロディ的に感じる部分はあるよね、うん、過去を今に持ってくるというんじゃなくて、今を過去に持ってきたような風刺が感じられる。まあトランプも一理ありますが、僕は真っ先にテレビ電動車と1980年に24時間ニュースのテレビネットワーク CNN を作ったテレビ王テッド・ターナーを思い出しましたね。この2つはアメリカの文化をマニアックに好きでないとわからないだろうけど、時のアメリカ大統領ロナルド・レーガンの
1980年と1984年の選挙にテレビ電動車が絡んでいる事実を考えると、このマックス・ロードというキャラクターは1984年のリアルですよ。トランプっぽいというのも、そのトランプも宗教右派が選挙に絡んでたからまんざらでもないんですよね。だからこのマックス・ロードの、をまあ深掘りすると面白いんですよね。実業家で1984年にテレビのネットワークでこう飛躍したといえば、WWF の総帥ビンス・マクマホンだってそうですからね。ビンス・マクマホンは分かるけど、うん、その前に言ったテレビ電動車っていうのが分からないんだよね。あ、なんで僕が、真っ先にテレビ電動車を思い浮かべたかというと、願いを武器にしたあたりにありますね。テレビで視聴者に願いを聞いたり祈りを推奨するスタイルはテレビ電動車そのものだし、80年代のハル・ホーガンがプロモビデオでこう有名なこうセリフが Say your prayer, take your vitamin, and you will never go wrong というのがあって、ホーガンのこの PV は当時のテレビ電動車のパロディだったんですね。まあ祈りではなく願いですけど、今回のマックスがやたらと口にしていたビタミン摂取崇拝は、この頃の流行りなんですよね。なるほど。あの80年代にサプリメントに言及する人って珍しいなと思ったんだけど、うん、まあ、元ネタがあったんでね、うん、それでマックスを演じたペドロ・パスカルって、うん、まあ、すごく雰囲気が80年代っぽい感じの人で、まあ、ハマり役だと思うし、うん、演技力も結構あって良かったですよ、うん。映画ではあまり馴染みがない俳優ですけど、あの80年代の怪しい起業家の役はぴったりでしたね。あの個人的にはマックスよりも、うん、後にチーターに変身するバーバラを演じたクリスティン・ウィグが大フィーチャーされたことが喜ばしいんですよ。まあ、クリスティン・ウィグといえば、はい、サタデーナイトライブ出身のコメディ女優で、うん、まあ、2011年のブライズメイズ史上最悪のウェディングプランの頃からファンだったからね、うん。まあ、今回の当たり役だったブライズメイズで見せたあのドジで冴えない感じをちゃんと出してきたのが、まあ、キャスティングの妙を感じましたよ。それにしてもあのクリステン・ウィグがまさかアクション映画でガルマドットと戦う日が来るとはもう想像できなかったけどね。そう、登場してすぐのバーバラはいつものクリステン・ウィグで見事なドジっ子でしたね。あのそのバーバラが綺麗に強く表現した見返りが唯一の個性とも言えたドジがなくなるという皮肉ね。あのコメディアンとして笑いやドジがなくなるのって致命的で、やっぱりカオス理論が効いてるんですね。あとちょっと思ったのは、うん、ワンダーウーマンの能力がアップデートしていて、まあ、飛行機を遠目にできる能力があったりとか、うん、まあ、島にはほら何にもなしで空が飛べちゃうっていう、まあ、びっくりするぐらい都合のいい展開が出てきてね。空を飛ぶのもそうですが、途中で故郷の島にあった黄金の鎧をまとうじゃないですか。あの翼まであってね、あれがね、あのセイントセイヤのゴールドクロスに見えてね、あのパーティー・ジェンキンス監督ってあの80年代要素にジャンプ黄金期も取り入れるかと思いましたよ。ていうか取り入れるわけねえだろ。でも監督がジャンプ読んでたとしたらすごいけどね。まあ、ワンダーウーマンが空飛べちゃうんだったら、そのうちマーベルのキャプテン・マーベルと戦ってほしいなと思ったりしたね。うん、マーベル対 DC コミックスですか。それはあのディズニーとワーナーの代理戦争ですね。代理戦争とか仁義なき戦いみたいだな。ということで、ガル・ガドット主演映画ワンダーウーマン1984は丸の内ピカデリーをヘッドカンにただいま絶賛公開中です。以上、映画野郎チャンネルの高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。